ブッダの呼吸に関するマインドフルネス瞑想の16のステップ、マインドポッドキャストへようこそ。仏教の核心は歴史的なブッダの悟りにあります。25世紀以上前、流浪の僧侶ゴータマは幼少期の体験を思い出し、第一の瞑想の状態であるジャーナを思い出しました。そしてジャーナの瞑想こそが悟りへの道であることを認識しました。彼は大きな川のほとりにある森に行き、ボーディの木の陰で草のクッションに座り、瞑想しました。彼がその時行った瞑想法は、呼吸に対するマインドフルネス、つまり呼吸の入りと呼吸の質に意識を集中することでした。この瞑想を通じて彼は順番にジャーナの瞑想を達成し、ジャーナから抜け出し、すぐに悟りの誓いを得ました。それ以来彼はブッダと呼ばれるようになりました。ブッダは世俗での生涯の終わりまで呼吸に対するマインドフルネスという瞑想法を教え続けました。この方法は歴史的なブッダに悟りをもたらしたものであり、超越的な瞑想の方法であり、彼は出家の弟子たちや町の在家の仏教徒たちにも教えました。この最優先の瞑想法は今日に至るまで、さまざまな経典の中で部分的に継承され、特にアナパナサティ・スッタ、呼吸のマインドフルネス系において最も完全に記録されています。この中で、ブッダは呼吸に対するマインドフルネスの瞑想について、準備のステップを含む16の実践ステップを説明しました。その中で、最初の12の実践ステップは、ジャーナの瞑想の達成に関する指針です。最後の4つの実践ステップは、瞑想状態から抜け出した後に行う必要がある手順に関する指針です。ブッダの呼吸に関するマインドフルネス瞑想の16のステップ、アジャン・ブラームの解説に基づく。ステップ1、長い呼吸、長い呼吸を出す。ステップ2、短い呼吸、短い呼吸を出す。ステップ3、すべての呼吸を体験する。ステップ4、呼吸を沈める。ステップ5、呼吸と共に喜びを体験する。ステップ6、呼吸と共に幸福を体験する。ステップ7、呼吸を心の対象として体験する。ステッチ、心の経験を沈める。ステップ9、心を体験する。ステップ10、ニミッタを明らかにする。ステップ11、ニミッタを維持する。ステップ12、心を解放する。ステップ13、無常について考える。ステップ14、すべての事物の消失について、カンプ15、終わりについて考える。ステップ16、放棄、手放しについて考える。はじめのステップ、静かな場所、快適な座り場所。まず、ブッダは静かな場所に行くことを教えています。そこでは他人や騒音、または蚊に刺されるような、他のものに邪魔されないようにする必要があります。一部の教師は、騒がしい市場や道路の駐車場でも瞑想できると言いますが、実際そうした表面的な瞑想は、誓いや悟りをもたらすことはありません。ブッダは、私たちが瞑想するために、静かな場所が必要であると常に勧めてきました。中には、密林の中や道路が歩いている道の真ん中で瞑想したい人もいますが、それは耐久力を試すことに過ぎず、瞑想の快適さやリラックスとは関係ありません。ブッダは特にボーディガヤのような庭や果樹園のような場所を選ぶことを勧めています。そこはブッダが完全な悟りを得た場所です。次に快適な座り場所に座ります。座布団の上でも、ベンチや椅子の上でも、あなたが快適だと感じる場所ならどこでも構いません。快適さは呼吸の瞑想にとって必要であり、座っている間、ひならが常に快適であることが重要です。仏教徒の瞑想者はガラスの破片や釘の上に座ることはありません。ブッダも歴史的なボーディの木の下で草のクッションに座っていました。あなたも必ずしも蓮の花の姿勢で座ったり、背筋をまっすぐにしなければなりません。私の個人的な経験から言えば、あなたが快適であれば、どんな非正当的な姿勢でも瞑想に成功することができると思います。実際、瞑想者に特定の伝統的な姿勢を強いるのは、
合理的ではありません。座る姿勢の目的は、体の不快感を軽減し、できるだけ早く体を手放せるようにすることです。つまり、座る姿勢が体に不快感を与えない場合、あなたは瞑想に集中し、体に縛られることがなくなります。ブッダがボディの木の下で瞑想したように、呼吸に対するマインドフルネスの16のステップは、座った姿勢で最もよく行われます。歩行瞑想では、あなたの注意は足の動きに向けられ、呼吸には向けられません。立って瞑想する場合も同様で、注意は足に集中します。未だに悟りを得ていない瞑想者が横になって呼吸を観察しようとすると、すぐに眠くなることが多いです。したがって、呼吸に対するマインドフルネスを座った姿勢で学び、実践することをお勧めします。それが最も適切で効果的な姿勢です。マインドフルネスの確立。ブッダは私たちに目の前にマインドフルネスを確立するよう求めました。目の前という言葉は私たちが鼻の先や上唇の中央または目の前のどこかにマインドフルネスを作る必要があるという意味ではありません。意味的には何かを目の前に置くということはそれが重要であり最初に行うべきことを示します。したがって、初めのステップの重要な指針は、最初にマインドフルネスを確立することです。マインドフルネスがなければ、呼吸に対するマインドフルネスを実践することはできません。ここでのマインドフルネスは、2つの段階、つまり、第1段階と第2段階で確立されます。それは、現在の瞬間に気づくこと。と現在の瞬間に静かに意識することを意味します。以前の説明からあなたの注意が過去の考えや未来の喧騒にさまよう場合、あなたは現在の瞬間に起こっていることにマインドフルでないことが明らかです。同様にあなたが考えて一生会えるとき、または単に思考を持っているとき、その時の注意は言葉や意味に集中しており、現在の瞬間の純粋な体験には集中していません。しかし、あなたが現在起こっていることに対して静かに気づき、意識を持っているとき、あなたの心の目の前で、あなたは、呼吸に対するマインドフルネスを始めるために、必要なレベルのマインドフルネスを確立しています。常に役立つことは、非常に多くの瞑想者が急いで、呼吸に対するマインドフルネスに飛び込むことです。彼らは非常に重要な初めの段階、マインドフルネスを正しく確立し、必要なレベルに到達することを省いてしまいます。これにより、彼らは常に障害に直面します。もしあなたが初心者の瞑想者であれば、そんなに急がないでください。それは時間の浪費であるだけでなく、あなたを問題に巻き込むことになります。問題は、彼らが呼吸に注意を保てないことです。そして、さらに悪いことに、彼らは意思で呼吸に固執しようとするので、しばらくすると緊張を感じ、瞑想を始める前よりも緊張感が増します。このような主観的で不注意な緊張が、仏教の呼吸の瞑想に対する誤解を招いています。16の実践ステップ。ステップ1とステップ2、ブッダは最初に長い呼吸を体験し、次に短い呼吸を体験するよう教えましたが、それはあなたがその指導を実行するために呼吸を制御しなければならないという意味ではありません。呼吸を制御することは不快感を引き起こすだけです。この指導はあなたが呼吸が長いか短いかを知るために呼吸を観察することを意味します。経典には言及されていませんが、その指導は長くも短くもない呼吸。つまり、長い呼吸と短い呼吸の間にある呼吸も観察することを意味します。長い呼吸と短い呼吸だけを観察し、他の呼吸を無視してはいけません。この指導の理由は、あなたが呼吸の観察をより興味深くするために、長いか短いかの追加の観察要素を提供することです。このため、時々私は生徒に、どちらの呼吸が長いか、吸い込む呼吸か、吐き出す呼吸かを観察することを勧めます。また、呼吸の吸と呼吸の入の間の瞬間が、呼吸の出と
次の呼吸の2の間の瞬間と同じ長さであるかどうかを観察することもできます。呼吸の2に対する感覚が呼吸のでの感覚と同じであるかどうかも確認します。これはブッダの呼吸に対する感覚について受動と同様の目的を持っています。目的は呼吸に対するマインドフルネスの観察を退屈させないためにより多くの詳細を提供することです。この段階の別の方法は、呼吸の入と呼吸の出の周りに美しいストーリーを作ることです。私は生徒に、私たちが吸い込む酸素、O2 は周りの唇が放出しているものであり、私たちが吐き出す二酸化炭素、CO2 はそれらの唇にとっての栄養であることを思い出させます。このようにして、私たちは花や唇が送ってくれる貴重な贈り物に感謝しながら呼吸をし、私たちが吐き出すものは、周りの自然や機微系の贈り物であると想像してみてください。本当に有機的です。あなたの呼吸は、周りの生き生きとした植物と密接に結びついています。呼吸への意識を高めることで、呼吸を観察することがより心地よくなります。タイの森の瞑想の伝統では、彼らは呼吸にマントラを加えています。それは吸い込むときに、ブッ、吐き出すときにどうと思ったり唱えたりすることです。これは、ブッダという言葉を生み出します。ブッダやブッダを指します。ステップ3、すべての呼吸を体験する。実際には経典では全体の呼吸を体験するとされていますが、翻訳者はより理解しやすいように感覚と表現しています。もちろん体験や経験という言葉は、より深く包括的な意味を持っています。呼吸のプロセス全体を感じる。一部の人々は、パーリ語のカーヤがここでハンカーラを指すと誤解し、すべてのカラレの感覚に集中することを意味すると考えています。この理解は誤りです。ブッダは、呼吸に対するマインドフルネス系において、呼吸のプロセスを身体として捉えていることを明確に示しています。したがって、ここでは、呼吸の身体と呼ぶことができます。さらに最初の10位の実践ステップの目的は、瞑想の対象を徐々に単純化することであり、拡大したり複雑にしたりすることではありません。このように最初の3つのステップは、呼吸のプロセスにおける各感覚を観察するために、マインドフルネスの敏感さを高める時間です。あなたは静寂から生じる呼吸の命に注意を向けます。呼吸の入りの感覚が一瞬一瞬の中で進行していく様子を見て、上昇し、徐々に消えていくのを見ます。次に、呼吸の入りと呼吸の出の間の愛のを認識するほどの明瞭さを得ます。あなたの心は、次の呼吸の出が始まるのを待つとき、ネズミを狙う猫のように集中しています。次に、呼吸の出の最初の振動を観察します。呼吸の感覚が進行する様子を観察し、一瞬ごとに変化していくのを見て、やがて上昇し、また徐々に消えていく様子を観察します。次に、呼吸の出と次の呼吸の入の間の愛を観察します。このように呼吸ごとにこの観察と感覚のプロセスを繰り返すと、あなたはステップ3、すべての呼吸を体験するを完了します。インドの古典的な叙事詩、マハーバーラタには、師匠と3人の弟子の物語があります。この物語を使って、呼吸のマインドフルネスの第3ステップをさらに説明したいと思います。師匠は弟子たちに瞑想を教え、彼らの修行の成果を確認するための手段として弓矢を与えました。師匠は一羽の鳥を持ち、その鳥を木の枝に止まらせて、3人の弟子が立っている位置からかなりの距離がありました。鳥をその距離で撃ち抜くには、極めて高い射撃の技術が必要です。しかし、師匠は3人の弟子にほぼ不可能な試験を指示しました。私は君たちがその鳥の皮のどこにでも当てないようにしたい。これを克服するには、君たちはその鳥の左目に正確に当てなければならない。それが目標です。師匠は弟子に弓と矢を渡し、まず瞑想して、心を目標と一体化させ、そうすることができたら、撃つように指示しました。弟子たちは瞑想し、狙うためにどれだけの時間でも構いませんが、
打つ前に必ず師匠に合図をしなければなりません。30分後、最初の受験者が師匠に合図を送り、打つ準備ができたことを示しました。師匠は数秒待つよ、ウニー、木の上に鳥が見えますか?と尋ねました。弟子は目標から視線を外さずに答えました。はい、見えます。その瞬間、師匠はその弟子を追い出し、弓と矢を取り戻し、お前は愚かな弟子だ。瞑想をやり直せと言いました。次に、師匠は二人目の弟子に弓を渡しました。彼は1時間以上瞑想して集中し、師匠に準備ができたことを知らせました。師匠は、木の上に鳥が見えますか?と尋ねました。弟子は、どの木ですか?と答えました。師匠は内心喜び、鳥は見えますか?と続けて尋ねました。弟子は、はい、見えます、と答えました。それで師匠は失望し、二人目の弟子も追い出し、正しく瞑想を学び直せと言いました。最後に師匠は万人目の弟子に弓を渡しました。この弟子は2時間集中して瞑想し、目標である鳥の左目と一体化しました。そして彼は師匠に打つ準備ができたことを知らした。師匠は、木の上に鳥が見えますか?と尋ねました。弟子は、どの木ですか?と答えました。師匠は、鳥が見えますか?と再び尋ねました。弟子は、どの鳥ですか?と答えました。師匠は、微笑み、続けて、では、何が見えますか?と尋ねました。目標から視線を外さずに、弟子は即座に答えました。師匠、私が見えるのはその鳥の左目だけです。それだけです。師匠は、素晴らしい、打て!と叫びました。当然、矢はその弟子の意識の中で唯一の目標にまっすぐに飛んでいきました。この物語は、呼吸に対するマインドフルネスの第3のステップ、すべての呼吸を感じることを示しています。3人目の弟子は、鳥の左目という目標に完全に集中していました。これは、あなたが呼吸に対するマインドフルネスの第3ステップにおいて、呼吸のすべての感覚に集中するのと同じです。このステップを完了したら、あなたは自問自答することができます。音が聞こえますか?あなたはどの音ですか?と答えます。心からの感覚を感じますか?あなたはどの誰ですか?と答えます。では、何が見えますか?あなたは、ここで起こっているのはただの呼吸だけですと答えます。素晴らしい。ステップ4、呼吸を沈める。あなたが呼吸と一体化したとき、呼吸は自動的に静まります。わずかな呼吸がこの静まるプロセスを妨げることがあります。あなたは自然に柔らかな感覚を一瞬一瞬で体験します。それは粗いコットンの布が滑らかで涼しいサテンの布に変わるようなものです。また、この変化のプロセスを助けるために、内なる静寂を数秒間切り取り、静かに静かに静かに、と自分に言い聞かせることもできます。そして再び、静かに呼吸に集中します。これはあなたが門番に明確に指示するかのようです。もしあなたがこのステップ4を早すぎる段階で実践しようとすると、眠気やぼんやりとした状態に陥る恐れがあります。野生の馬を捕まえる前に、それを手なつけなければなりません。同様に、呼吸を完全に把握し、ステップサインを完了してからでないと、呼吸を沈めることはできません。意志を使って強制的にステップ3を終えた瞑想者は、ステップ4で呼吸を沈めることはできません。彼らは努力しすぎており、手放すことをしていないからです。彼らは指導に逆らい、ここで行き詰まるでしょう。花を持つときは、優しく持たなければなりません。もし強く握れば、花は壊れてしまい、廃棄物となります。繊細な対象には繊細な接触が必要です。何分間もマインドフルネスの中で呼吸を維持するためには、浄化され、純粋な心が必要です。注意は、穏やかで持続的な手放しによってのみ浄化されます。意志の力で何かを得ようとすることは、決して達成できません。得ることは失敗です。手放すことによってのみ達成されます。木工職人が木の板を切り始めるとき、彼はノコギリの刃全体をハンドルから刃の先まで見ています。彼が刃に集中するにつれて、注意は次第に刃と木の板の接触点に集中していきます。
ハンドルと刃の先は彼の意識から消え去ります。しばらくすると、彼が見えるのは、木の板に接触している刃だけになります。左側の刃も右側の刃も、彼の意識から完全に消えています。彼は、先の刃が刃の先、真ん中、または最後にあるかどうかを知る必要はありません。それらの概念はもはや存在しません。これは、ヒデの例です。同様に、このステップ4では、あなたはここで起こっている呼吸のほんの一瞬だけを認識します。単に、あなたはそれが吸い込む呼吸か、吐き出す呼吸か、または呼吸の始まり、中間、または終わりのどの部分かを知りません。呼吸が静まると、あなたの注意は非常に微細になり、ただこれが呼吸の一瞬であることだけを知ることになります。ステップ5とステップ6。呼吸とともに喜びと幸福を体験する。呼吸に対するマインドフルネスのステップ5では、あなたは呼吸とともに喜びを体験し、ステップ6では幸福を体験します。喜びと幸福は分けることが難しく、ほとんど同時に発生するため、私はそれらを一つのものとして、喜びと幸福と呼びます。あなたの絶え間ないマインドフルネスが呼吸を沈めると、喜びと幸福の要素は東の地平線から影へ行く朝の光のように自然に現れます。喜びと幸福は徐々に自動的に生じます。なぜならこの時心の全エネルギーが知るものへと集中し行うものには向いていないからです。言い換えればあなたは何もしていないただの観察者であるということです。何もしていないことの確かな証拠は呼吸の静けさです。この現象は朝の光が東から差し込むようなもので、単なる時間の問題です。同様に呼吸が静かであれば、やがて喜びと幸福は心の中に現れます。それは早いか遅いかの問題です。心のエネルギーが知るもの、マインドフルネスに集中すると、マインドフルネスはエネルギーに満ちたものになります。そして、このエネルギーに満ちたマインドフルネスが、私たちに、喜びと幸福の形として体験されるのです。もしあなたがステップ4まで進み、非常に静かな呼吸に耐えずマインドフルネスを向けているのに、喜びと幸福の要素が現れない場合、私のアドバイスは心配しないでください。です。あなたの不体性が自然なプロセスを妨げてはいけません。もし今何かをしようとすると、喜びと幸福の要素が生じるのを遅らせたり、さらには妨げたりすることになります。最良の選択は、呼吸の経験に深く没頭し、絶え間なく継続することです。問題は、あなたがその静かな呼吸に対して、本当に完全にマインドフルであるかどうか、または中断されることがあるのか、ということです。時には、あなたが進展しないのは、呼吸に対するマインドフルネスが途切れているからかもしれません。もしそうなら、呼吸が十分に静かではない可能性があります。その場合、もう少し時間を与えてあげてください。時間が必要です。なぜなら、これはあなたの意思に依存しない自然なプロセスだからです。マインドフルネスがリラックスして呼吸にスムーズ、渦に留まっているとき、かつ呼吸の感覚がますます静かになれば、喜びと幸福の要素は確実に現れます。できれば、喜びと幸福の要素を早く認識できると良いです。そのためには、あなたが求めているものになれる必要があります。喜びと幸福は、静けさから生じることが多く、非常に微細に現れることがよくあります。これは、ロック音楽が大好きな人が、マハーラーの静かなクラシックコンサートを聴いているようなもので、なぜ人々がこの優雅な音楽を聴くためにお金を払うのか理解できないのです。単純に彼らはそれを理解できないのです。また、質素な食事を好む人が初めて高級レストランでの食事に参加し、そこでの豪華な料理を好まないのは、単に彼らの味覚が非常に素朴であり、質素な食事しか知らないからです。しかし、もしあなたがさらに多くの瞑想を続けるなら、徐々にあなたはその心の喜びと幸福の状態になれ、自然に早い段階で微細な喜びと幸福の要素を認識できるようになり、その後、より顕著に現れるようになります。あなたが
呼吸に対するマインドフルネスのステップ5とステップ6を完了することは、私の基本的な瞑想法の第5段階に到達することと全く同じです。それは、呼吸の美しさを体験することです。このレベルでの呼吸の美しさは、私が喜びと幸福を体験する様子を説明するための方法です。この段階の呼吸は非常に静かで美しく、春の庭や夏の夕焼けよりも素晴らしいものです。そしてあなたは他に何かを見たいと思うかどうか自問するでしょう。それは本当に美しいです。ステップ7、呼吸を心の対象として体験する。呼吸がこれまでにない美しさを持ち、喜びと幸福の要素が強くなると、呼吸が完全に消えてしまうことがあります。第2部では、呼吸の美しさが消え、その影だけが残る様子を説明しました。それはアリスの心の中に残ったチェシャ猫の笑顔のように、消えていく過程を示す最もわかりやすい例です。この例は、ステップ5とステップ6での喜びと幸福の体験から、ステップ7への移行を簡単に説明します。この段階では、呼吸はただの心の瞑想の対象として認識されます。この意向を明確にするために、私はブッダの意見を引用して、仏の感覚器官に基づく心の体験を分析します。視覚、聴覚、耳、嗅覚、味覚、舌、触覚、タレ、そして知覚です。瞑想の初期段階では、瞑想者は視覚、聴覚、嗅覚、味覚の最初の4つの感覚器官を完全に遮断します。そしてその青、触覚、第5の感覚のほとんどの活動を手放し、ただ呼吸の触覚、体にのみ集中します。他の体の感覚や触覚には注意を向けません。第6の感覚は、瞑想の最初から最後までずっと働いています。ここのは、瞑想の主要な要素です。ステップ7に移行する際には、あなたは触覚を完全に遮断し、呼吸に対しては心だけが認識することになります。ここから、あなたは新しい感覚で呼吸を体験します。それは心です。友人の姿を想像してください。彼は古い服を着て、くるくるした髪と豊かな髭を持っていた人です。今、その友人は仏教僧になりました。あなたが彼を僧院で再会するとき、彼は頭を剃り、カッサ僧を着ているので、最初は認識できないかもしれません。しかし、それがあなたの友人なのです。彼は外見が変わっただけです。同様に、以前は第五の感覚、触覚を通じて知覚していた呼吸は、今や心の第六の感覚を通じて認識されます。このため、ブッダはこれを心の活動として体験するステップと呼んでいます。したがって、呼吸がこの段階でほぼ消える場合、それは自然なことであり、あなたは正しい道を歩んでいるのです。したがって古い認識の呼吸を探して、横目で見ることでこのプロセスを妨げてはいけません。代わりに、呼吸がほぼ消えそうになった時に自問してください。何が残っていますか？もしあなたが注意深く指示に従えば、呼吸は喜びと幸福の要素が存在したにのみ消えます。したがって、呼吸が消えた後は喜びと幸福だけが残ります。あなたの心は、この微細な喜びと幸福の対象を認識するために、本当に純粋で静かでなければなりません。しかし、長い集合によって得た親しみのおかげで、洞察の知恵があなたの中に生まれ、実際には、喜びと幸福の要素はあなたの古い友人、呼吸であることがわかります。ただし、呼吸は今や心の対象に変わっているだけです。新しい心の対象を維持できない場合、それは、喜びと幸福がステップ5とステップ6で十分に存在していないためです。あなたは、呼吸を非美しい状態に育てる必要がありますので、触覚5の感覚を完全に遮断する前に、喜びと幸福のレベルを高めることができます。あなたが、呼吸に対するマインドフルネスのステップ5とステップ6を完了すれば、より強力で明確な心の対象を持つことができ、観察しやすく、維持しやすくなります。これは一つの進行の仕方です。しかし、もし瞑想を多く行えば、あなたはステップ7で何を探しているのかが分かり、マインドフルネスがより鋭くなり、喜びと幸福の微細なレベルを維持することが容易になります。
そうすると、あなたは第五の感覚を初歩早めに手放すことができ、その結果、心の対象がまだ微弱である場合でも、より静かに維持することができます。これは別の進行の仕方です。ステップハット、心の体験を鎮める、よくあることですが、この瞑想の進行の次の段階では、喜びと幸福の要素が高まりすぎて、心の静けさを妨げることがあります。このため、ブッダはステップ8で、呼吸に関する心の体験を鎮めることを教えました。新しい瞑想者や時には古い瞑想者でさえ、喜びと幸福を体験し始めると、彼らはすぐに、おお、ついに来た。素晴らしい。と喜んでしまい、その瞬間に喜びと幸福は去ってしまいます。彼らは興奮しすぎています。動くことで静けさを破るのです。これが一つの進行の仕方です。別の進行の仕方は、彼らが興奮しすぎると喜びの中に恐れが生まれます。こんなに素晴らしい喜びが私に訪れている。私はこのような素晴らしいことを受けるに相手しないのではないか。とそうすると、喜びも消えてしまいます。恐れが静けさを台無しにするのです。興奮と恐れという二つの敵には注意が必要です。どちらも動いて静けさを破る存在です。しかし両者はこの段階で消えることができます。呼吸に関する心の体験を静かに保つことを忘れないでください。喜び、歓喜、幸福は静けさから、沈黙から生まれます。喜びと幸福を生む要素を維持してください。静けさと沈黙を保ち、静けさを維持しなければ、喜びと幸福は消えてしまいます。有名なアジャン・チャー氏の森の静かな池の例は、今この瞬間に何が起こっているのかを理解するのに役立ちます。他の人たちもこのイメージについて教えたり書いたりしていますが、十分ではありません。これはアジャン・チャー氏の教えを思い出す私の方法です。この詩は、タイ語でトゥドングと呼ばれる森林の修行を行う際に、よく夕方になると水場を探していました。彼は洗うための水が必要でした。暑い気候で一日中森を旅するため汗をかくので、夕方に洗わないと夜は非常に不快です。また、飲む水も必要です。そのため、彼はいつも日が暮れる前に森の中で小川や池を見つけるよう努めていました。水場を見つけると、彼はテントを張って一晩過ごします。お風呂に入り、水を飲んだ後、彼はよく池のそばで瞑想しました。彼はとても静かに座り、目を開けて森の動物たちが出てくるのを観察します。動物たちも人間と同じように水を飲んだり、ずんだりしたいのです。彼は非常に静かに座る必要があると語りました。動物たちは非常に臆病で、人間を恐れるのです。彼らは茂みから出てきたとき、安全かどうかを確認するために周りを見回します。彼らが彼を見つけると、すぐに逃げてしまいます。しかし、彼が本当に静かに座っていると、動物たちは彼に気づかず、水を飲みに来て涼むことができます。彼らの中には、彼が見えないかのように、水の中で遊ぶ者もいます。彼は、自分が知っている動物たちが森に消えた後、初めて見るとても奇妙な生き物が現れることがあったと語ります。彼はその生き物について聞いたこともなく、両親からも聞いたことがありませんでした。しかしその生き物は、彼が絶対に静かである時だけ水を飲みに現れるのです。この例は、深い瞑想の時に何が起こるのかを非常にうまく表しています。息や水は心を象徴しています。呼吸に対するマインドフルネスのステップ8では、あなたはその前に座り観察するだけで良いのです。もしあなたが少しでも介入したり、何か思ったりすると、静けさは失われます。美しい生き物たち、それはニミッタのサインやジャーナの層を象徴しています。は、あなたが絶対に静かである時にのみ現れます。もしあなたが動いてしまったり、おおと興奮したりすれば、それらはすぐに感じ取られ、深い森の中に消えてしまいます。たとえあなたが本当に静かに座っていても、彼らを見ようと視線を向ければ、彼らは気づき、消えてしまいます。もしあなたが完全に静かであれば、彼らは気づかず、あなたの目の前で水を飲んだりくつろいだりするでしょう。
従って、もしあなたがそれらの生き物を見たいのであれば、本当、ニスーリシスクワグムツシクカラエッセンクラス。あなたが完全に静かであるとき、何も制御せず、何もせず、身体も心も動かさず、何もなく、ニミッタが現れます。それらは周りを見回して、動きを感じ取ります。もし誰もいないと思ったら、それらはあなたの目の前に現れます。しかし、あなたが目を動かすだけで、それらはすぐに消えてしまいます。完全に静かでなければ、それらはそこに留まることができません。最初は普通のニミッタが現れ、その後、美しいニミッタが現れ、最後には非常に奇妙で素晴らしいニミッタが現れます。これらの奇妙で素晴らしいニミッタは、あなたが名前も知らないものであり、今まで想像もしたことがないものです。なぜならそれらは非常に奇妙で非常に喜びに満ち、非常に純粋だからです。そしてそれがジャーナの層です。アジャン・チャー氏の素晴らしいレースは彼の知恵のレベル、心の深い理解を示しています。それこそが心がどのように機能し、その知恵を得る方法です。それは非常に力強いものです。超越的なジャーナの層は3つの条件が揃うと現れます。喜びと幸福を引き起こすこと。喜びと幸福が心が呼吸を体験していることを理解すること。そして、自分の観察プロセスを完全に沈めることです。ステップ9、心を体験するブッダの呼吸に対するマインドフルネスのステップ9では非常に重要な存在が静かで静かな心を訪れます。それはニミッタという不思議な存在です。このステップは心を体験すると呼ばれます。この段階に達して初めてあなたは心について知ることができると言えます。多くの人々は、心とは何かに関する理論や学説、アイデアを持っており、それを科学的な落ちで検証しようとします。彼らは、心についての多くの本を書いています。しかし実際には、ステップ9を修行し、体験する人だけが、心が何であるかを理解できるのです。あなたが心を体験する方法は、ニミッタの心のイメージを通じてです。ニミッタは実際には心の反映です。私たちは心が知るものであり、知るものが自分自身を知ることができるかどうかを考えます。目は見るためのものであり、神を見れば自分自身を見ることができます。これは目が自分自身の反映を見ることを意味します。この瞑想のステップでは、あなたが見ている反映がニミッタの心のイメージです。ニミッタは心の反映です。もしあなたが清らかな神を見つけ、汚れがないなら、あなたは自分の映像をはっきり見ることができます。同様に、修行者は、ニミッタ、またはジャーナの層を通じて自分の心を見ることができるのです。ニミッタが現れると、それはほとんど表現できないものです。通常のコバは概念に基づいており、例えば比較することです。私たちは何かを、レンガのように硬い、または米、粉のように柔らかいと表現します。しかし心の世界は全く異なり、言葉では表現できません。最初のニミッタを体験した後、あなたはこの世にそんなものがあるのかと思うでしょう。それは何なのでしょうか。あなたはそれが実際の体験であることを知っていますが、それを正確に表現する方法が見つかりません。だからこそあなたは仕方なく、不正確な比較の例を使うことになります。例えばそれは光のようなもの、喜びの感覚のようなもの、超越的な快感のようなものと表現します。あるいはそれはこれに似ている、あれに似ている。ああ、それはこんな感じだと言いますが、正確な表現はありません。あなたはそれが以前の体験とは全く異なることを知っていますが、それを正確に表現する方法を見つけようとします。したがって私はいつも言っていますが、時にはニミッタを比較のように、時には感覚のように、時にはあなたにしか理解できない何かのように体験します。それは人によって異なります。実際には私たちのオネナニミスタを体験しています。しかし、この段階において多くの瞑想者にとって心は非常に早く動き、ニミッタはすぐに消えてしまいます。それはまるで森から出てくる動物たちのようです。
もし彼らが動きを感じたら、すぐに消えてしまいます。一部の瞑想者は、ほとんどニミッタを見ることが非常に難しいと感じます。彼らは、美しい呼吸を沈める段階に達しているのに、ニミッタが現れないので、心の中に光が現れないのです。あなたが完全に静かであるとき、何も制御せず、何もせず、身体も心も浮かさず、何もなく、ニミッタが現れます。それらは周りを見回して動きを感じ取ります。もし誰もいないと思ったら、それらはあなたの目の前に現れます。しかし、あなたが目を動かすだけで、それらはすぐに消えてしまいます。完全に静かでなければ、それらはそこに留まることができません。最初は普通のニミッタが現れ、その後、美しいニミッタが現れ、最後には非常に奇妙で素晴らしいニミッタが現れます。これらの奇妙で素晴らしいニミッタは、あなたが名前も知らないものであり、今まで想像もしたことがないものです。なぜなら、それらは非常に奇妙で、非常に喜びに満ち、非常に純粋だからです。そしてそれがジャーナの層です。アジャンチャー氏の素晴らしい例は、彼の知恵のレベル、心の深い理解を示しています。それこそが心がどのように機能し、その知恵を得る方法です。それは非常に力強いものです。超越的なジャーナの層は、三つの条件が揃うと現れます。喜びと幸福を引き起こすこと。喜びと幸福が心が呼吸を体験していることを理解すること。そして自分の観察プロセスを完全に沈めることです。ステップ10、心を体験する。ブッダの呼吸に対するマインドフルネスのステップ9では、非重要な存在が静かで静かな心を訪れます。それはニミッタという不思議な存在です。このステップは心を体験すると呼ばれます。この段階に達して初めて、あなたは心について知ることができると言えます。多くの人々は、心とは何かに関する理論や学説、アイデアを持っており、それを科学的なソーラ、位置で検証しようとします。彼らは心についての多くの本を書いています。しかし、実際にはステップ9を修行し体験する人だけが心が何であるかを理解できるのです。あなたが心を体験する方法は、ニミッタの心のイメージを通じてです。ニミッタは実際には心の反映です。私たちは心が知るものであり、知るものが自分自身を知ることができるかどうかを考えます。目は見るためのものであり、神を見れば自分自身を見ることができます。これは目が自分自身の反映を見ることを意味します。この瞑想のステップでは、あなたが見ている反映がニミッタの心のイメージです。ニミッタは心の反映です。もしあなたが清らかな髪を見つけ、汚れがないなら、あなたは自分の映像をはっきり見ることができます。同様に修行者はニミッタまたはジャーナの層を通じて自分の心を見ることができるのです。ニミッタが現れると、それはほとんど表現できないものです。通常の言葉は概念に基づいており、例えば比較することです。私たちは何かをレンガのように硬い、またはクメ、心のように柔らかいと表現します。しかし、心の世界は全く異なり、言葉では表現できません。最初のニミッタを体験した後、あなたはこの世にそんなものがあるのかと思うでしょう。それは何なのでしょうか。あなたはそれが実際の体験であることを知っていますが、それを正確に表現する方法が見つかりません。だからこそあなたは仕方なく不正確な比較の例を使うことになります。例えば、それは光のようなもの、喜びの感覚のようなもの、超越的な快感のようなものと表現します。あるいは、それはこれに似ている、あれに似ている。ああ、それはこんな感じだと言いますが、正確な表現はありません。あなたはそれが以前の体験とは全く異なることを知っていますが、それを正確に表現する方法を見つけようとします。したがって、私はいつも言っていますが、時にはニミッタを控えかのように、時には感覚のように、時にはあなたにしか理解できない何かのように体験します。それは人によって異なります。実際には私たちは皆、同じようなニミッタを体験しています。しかし、この段階において、多くの瞑想者にとって、
心は非常に早く動き、ニミッタはすぐに消えてしまいます。それはまるで森から出てくる動物たちのようです。もし彼らが動きを感じたら、すぐに消えてしまいます。一部の瞑想者は、ほとんどニミッタを見ることが非常に難しいと感じます。彼らは、美しい呼吸を鎮める段階に達しているのに、ニミッタが現れないので、心の中に光が現れないのです。あなたが完全に静かであるとき、何も制御せず、身体も心も動かさず、何もなく、ニミッタが現れます。それらは、周りを見回して動きを感じ取ります。もし誰もいないと思ったら、それらはあなたの目の前に現れます。しかし、あなたが目を動かすだけで、それらはすぐに消えてしまいます。完全に静かでなければ、それらはそこに留まることができません。最初は普通のニミッタが現れ、その後美しいニミッタが現れ、最後には非常に奇妙で素晴らしいニミッタが現れます。これらの奇妙で素晴らしいニミッタは、あなたが名前も知らないものであり、今まで想像もしたことがないものです。なぜならそれらは非常に奇妙で、非常に喜びに満ち、非常に純粋だからです。そしてそれがジャーナの層です。アジャンチャー氏の素晴らしい例は彼の知恵のレベル、心の深い理解を示しています。それこそが心がどのように機能し、その知恵を得る方法です。それは非常に力強いものです。超越的なジャーナの層は、三つの条件が揃うと現れます。喜びと幸福を引き起こすこと、喜びと幸福が心が呼吸を体験していることを理解すること、そして自分の観察プロセスを完全に沈めることです。ステップ9、心を体験するブッダの呼吸に対するマインドフルネスのステップ9では、非常に重要な存在が静かで静かな心を訪れます。それはニミッタという不思議な存在です。このステップは心を体験すると呼ばれます。この段階に達して初めてあなたは心について知ることができると言えます。多くの人々は心とは何かに関する理論や学説、アイデアを持っており、それを科学的な奏者、地で検証しようとします。彼らは心についての多くの本を書いています。しかし実際にはステップ9を集合し、体験する人だけが心が何であるかを理解できるのです。あなたが心を体験する方法は、ニミッタの心のイメージを通じてです。ニミッタは実際には心の反映です。私たちは心が知るものであり、知る者が自分自身を知ることができるかどうかを考えます。目は見るためのものであり、髪を見れば自分自身を見ることができます。これは目が自分自身の反映を見ることを意味します。この瞑想のステップでは、あなたが見ている反映がニミッタの心のイメージです。ニミッタは心の反映です。もしあなたが清らかな壁を見つけ、汚れがないなら、あなたは自分の映像をはっきり見ることができます。同様に、修行者はニミッタまたはジャーナの層を通じて自分の心を見ることができるのです。ニミッタが現れると、それはほとんど表現できないものです。通常の言葉は概念に基づいており、例えば比較することです。私たちは何かをレンガのように硬い、または粉のように柔らかいと表現します。しかし心の世界は全く異なり、言葉では表現できません。最初のニミッタを体験した後、あなたはこの世にそんなものがあるのかと思うでしょう。それは何なのでしょうか。あなたはそれが実際の体験であることを知っていますが、それを正確に表現する方法が見つかりません。だからこそ、あなたは仕方なく不正確な比較の例を使うことになります。例えば、それは光のようなもの、喜びの感覚のようなもの、超越的な快感のようなものと表現します。あるいは、それはこれに似ている、あれに似ている、ああ、それはこんな感じだと言いますが、正確な表現はありません。あなたはそれが以前の体験とは全く異なることを知っていますが、それを正確に表現する方法を見つけようとします。したがって、私はいつも言っていますが、時にはニミッタを比較のように、時には感覚のように、時にはあなたにしか理解できない何かのように体験します。
それは人によって異なります。実際には私たちは皆同じようなニミッタを体験しています。しかし、この段階において多くの瞑想者にとって心は非常に早く動き、ニミッタはすぐに消えてしまいます。それはまるで森から出てくる動物たちのようです。もし彼らが動きを感じたら、すぐに消えてしまいます。一部の瞑想者はほとんどニミッタを見ることが非常に難しいと感じます。彼らは美しい呼吸を沈める段階に達しているのに、ニミッタが現れないので、心の中に光が現れないのです。ニミッタがさらに明るくはっきりと現れ続けるが、私はそれを無視し続け、美しい呼吸に意識を戻しました。私は忍耐強くそのように実践し続け、ついに本当に美しい輝かしいニミッタが現れるのを待ちました。その時、私は意識をそのニミッタに移し、発展させることができました。こうして上記の4つの方法は、ニミッタを明確にするための4つの方法であり、それを元通りにするための方法です。それが輝き、美しさを増し、光を発つまで。これが呼吸に対するマインドフルネスのステップ10です。ステップ11、ニミッタを維持する。ニミッタの第2の欠点は、その不安定さです。これは、より高いレベルの瞑想に進むための困難な問題です。それは静かではなく、瞬時に点滅して消え去ります。この欠点を克服するために、ブッダは呼吸に対するマインドフルネスのステップ11を教えました。このステップはと呼ばれ、基本的には心を集中させて沈めるという意味です。この技術は、ニミッタへの意識を維持することを意味します。通常、最初に現れるニミッタのイメージは、瞬時に現れて消えたり、あるいは心の視野の中で点滅し続けます。それは安定していません。ここで再度言いますが、ニミッタのイメージは心の目によって見られるものであり、私たちの肉眼で見るものではありません。心だけが活動していて、他のすべての感覚は消えているのです。通常、明るく強いニミッタは、ぼんやりした弱いニミッタよりも長く現れることがあります。このため、ブッダは、ニミッタを明確にするステップを、ニミッタを維持するステップの前に教えました。時には、ニミッタを明るくすることで、維持することができることもあります。ニミッタが本当に美しく明るくなり、注意を引きつけることができるからです。ただし、明るいニミッタであっても、不安定である可能性があるため、次の方法を用いてニミッタに対する意識を維持する必要があります。私がニミッタを維持するための洞察の知恵は、私が心の中で見ているニミッタは、知る者の繁栄であるということを理解することです。知る者が動けば、その繁栄にニミッタも動きます。鏡を見てみてください。あなたが動くと鏡の中の映像も動きます。あなたが動いている限り、その映像が動かないことを期待するのは無駄です。実際動いているのはあなたであり、たとえ鏡が静かであっても、その映像は動いています。代わりに知る者に集中し、その体験をしている人を静かにすることが必要です。知る者が静かであれば、知る者の映像、つまりニミッタも安定し、静かに美しく輝き続けるでしょう。再度注意してほしいのは、通常恐れや興奮がニミッタの不安定さを引き起こすことがあるということです。あなたが過剰に反応しているのです。その代わりに、受動的に観察するだけにしておくべきです。最初にニミッタを体験することは、まるで全く知らない人に出会うようなものです。彼らが誰なのか、どのように振る舞うのかわかりません。しかし、彼らを知るうちに友達のように心地よく感じるようになります。彼らはいい友人であり、あなたは彼らと一緒にいることに快適さを感じます。最初の過剰な反応は消えます。また、幼い頃に自転車の練習を始めた時のように、最初はハンドルを強く握りすぎて、両手が白くなってしまったかもしれません。そのため、私は緊張しすぎて何度も転んでしまいました。転んで傷だらけになった後、私はリラックスすればバランスを保つのが容易になることに気づきました。
あなたもニミッタをしっかりと握ることを学ぶ必要があります。リラックスして制御を手放すと、ニミッタを維持するのがずっと容易になることがわかります。もう一つの巧妙な方法は、自動車を運転するイメージを使うことです。明るいニミッタが現れると、それに車の鍵を渡し、ここから運転してくださいと言います。それにすべての信頼と自信を委ねます。実際、私はその信頼をイメージし、明るいニミッタに対してそれを与えようとしています。なぜなら、最後のわずかな後遺者の影響が残っていると、それがすべてに干渉しようとするからです。だから私はこの例を使ってすべての制御や影響を手放す手助けをしています。これが私が止まる場所です。そして私が止まるとニミッタも私と共に止まります。それは動かず消えません。ニミッタをしばらく維持するとさらに明るく強くなります。良いニミッタの兆候は、それがあなたが今まで見たことのない美しい色を持っていることです。例えば、青色のニミッタが見えると、それは最も深い、最も青い、そしてあなたが見た中で最も美しいものです。通常の青ではありません。良いニミッタ。私はこれを有用なニミッタと呼ぶべきですは非常に安定しており、ほとんど動かない状態です。あなたがそのような安定した美しいニミッタを体験しているとき、あなたはまさにジャーナの世界の入り口に近づいていることになります。ステップ12、心を解放する。呼吸に対するマインドフルネスのステップ12は、心を解放すると呼ばれます。今、この瞬間、あなたは2つの異なる方法で後に説明できる体験を持っています。1つは、あなたがニミッタに没頭しているか、あるいはニミッタの光があなたを完全に包み込んでいるのを感じることです。あなたはそれを行っているのではなく、それはすべての行動、すべての創作、すべての意思を手放す自然な結果として起こります。あなたは心を解放することによってジャーナの層に入ります。ブッダはの層は解放の層であると言いました。は、囚人が牢獄から解放されて自由に歩き回ることを指す言葉でもあります。今や心は自由です。それは貧体と五感から解放された状態です。私は今、心が貧枯れの体験から外れた場所に漂っているわけではありません。あなたは空間の外にいないのです。なぜなら、空間に関するすべての感覚は五感によって依存しているからです。しかし五感は今は消えています。この時点で心はそれらすべてから完全に解放されています。あなたは体で何が起こっているのかを全く感じません。あなたは何も聞こえず、何も言えません。あなたは完全なマインドフルネスの中で幸福を感じており、静かで安定しています。それは心が解放されている証拠です。この体験はあなたの人生で最も強力な体験の一つであり、もしかしたら最も強力な体験かもしれません。もしあなたがこのようなことをジャーナの層について知っていたら、おそらくすぐにブッダの道に従いたくなるでしょう。世俗的な世界は、もはやあなたにとって魅力的ではありません。人間関係、芸術、音楽、映画、性、富、名声など、すべてはジャーナの層と解放された心の真の喜びと比較すると、重要でも魅力的でもありません。それは単なる概念的な幸福を超えており、あなたが凡人のままでいるときには理解できないものであるからです。ジャーナの層に数時間いると、あなたは自分を神秘的な人間と呼ぶことができるでしょう。あなたは宗教的な伝統で言われる神秘的な体験を持っているからです。それは普通のこととは全く異なります。ブッダはこの状態をと呼び、これは高貴な人間の状態。または法の高貴な人とも呼ばれています。それはすべての通常の体験を超えた状態です。ブッダはこの心の状態を偉大なものに向かう心とも呼びました。ブッダはまたジャーナの層の喜びを覚醒の喜びに近いものとして考えており、そのためにそれを、すなわち覚醒の喜び、または覚醒の幸福と呼びました。それは不浄なものが近づけない場所です。これが悪魔、
仏教徒を妨害するものが近づけない場所でもあります。あなたは目覚め、自由な状態でジャーナの中にいるのです。要約すると、あなたがこれらの段階を成功オルラに修行するなら、呼吸に対するマインドフルネスのステップ1から12は、あなたをジャーナの層に導くことになります。ジャーナからの解放、呼吸に対するマインドフルネスの経典の残りの4つのステップは、ジャーナの状態から解放されたばかりの瞑想者のためのものです。まず、あなたが第一のジャーナの状態から解放された後、あなたはただ、おお、これは何だろう、と考えることができるだけです。したがって、最初に行うべきことは、そのジャーナの状態を振り返ることです。あなたはその体験を調査し考察しますが、頭を悩ませても、それを表現する言葉を見つけることはできません。あなたが自問すべきことは次の通りです。それはどのように始まったのか。私がそれを得るために特別なことをしたのか。ジャーナの中にいるとき、私はどのように感じていたのか。なぜその感覚はそのように感じられたのか。今、私はどのように感じていますか。なぜそれがこんなにも幸福で、高ぼうとしているのでしょうか。このように体験を振り返り、考察することで、深い洞察の知恵が生まれます。あなたは、この状態の理由を、ぼもよく表す言葉は、手放しであると同意するでしょう。この時点で、あなたは初めて本当に手放すことができました。あなたが出着し束縛しているものを手放すの、ではなく、出着と束縛を生み出しているもの、すなわち、行為者や、私を手放すことです。あなたは私を手放しました。私が私を手放すことは難しいですが、このような体系的な瞑想の段階を通じて、あなたは実際にそれを達成したのです。そしてそれが真の幸福です。この時点で、あなたはジャーナの状態について考察した後、次の2つの道を選ぶことができます。1つは、4つの念の道への瞑想に移行すること。もう1つは、呼吸に対するマインドフルネスの残りの4つのステップに進むことです。ステップ13。無常について考察する。最初にという言葉を考察すると、私たちはそれを常にないと訳すことが多いですが、実際にはその意味はもっと広いのです。その対義語はパーリ語でと呼ばれ、常に存在するものを指します。例えば律法経典では、仏教徒が毎週火曜日に供養する食べ物をと呼びます。しかし、もし供養の日が変わったり途切れたりする場合、それはとなります。ここで重要なのは、ジャーナの深い状態を振り返り、私たちが通常ゼオと呼ぶもの、すなわち私がジャーナの状態に存在しているかどうかを考察することです。ジャーナの状態では私は消えています。これを認識してください。この認識はあなたに対して強い説得力を持ちます。真実は固定された常なる私は存在しないということであり、それが無我の真実です。この深い認識、無我は、あなたをストリームエンタリーの制度に導く可能性があります。ステップ14、すべての事物の衰退について考察する。無常についての考察がうまくいかなかった場合、次に考察すべきことは、衰退です。この言葉には2つの意味があります。時には、未失着と呼ばれ、何かに執着がなくなるとも言われます。しかし、私は衰退という意味を好んで使います。それは全ての事物が消える瞬間です。あなたはジャーナの層に入る際に、多くのものが消えるのを目撃してきたことでしょう。それらはあなたにとって非常に親密なものであり、以前は自己のアイデンティティの不可欠な部分だと思っていたものです。しかし、それらはジャーナの状態で消えてしまいました。その時、あなたは自分の私の衰退を目撃し、体験しました。それは自己のアイデンティティではありません。アイデンティティの私は実在しません。ステップ15、終息滅について考察する。ジャーナの一つの層から解放された後に行うべき第3の考察は、終息、すなわち消滅についてです。かつてそこに存在していたものは、今や完全に消えています。それは終わり、失われており、その場所は今や空白です。
この空白空性は深い瞑想によってのみ認識できます。あなたがかつて根本的で基本的だと思っていた多くのものは今や消え去り、あなたは全く骨然なる空間にいます。ここでの消滅は4つの聖なる真理の苦の収束を指します。苦の収束は苦の消滅を意味します。苦が終わるのは手放しによるものです。あなたは真に手放しました。苦は消えました。ほぼ 99% が消えたのです。それでは何が残っているのでしょうか？苦の反対は何ですか？それは幸福です。苦の収束は幸福です。だからこそあなたは考察する必要があります。ジャーナの層は、あなたがこの人生で体験した中で最も幸福なものであるということです。そしてあなたが多少の理解を持っているなら、その幸福は多くの苦具が消えたことによって得られたことがわかります。あなたは真の幸福を体験し、その理由を理解します。例えば、あなたが長い間葛藤痛に悩まされているとします。ある人があなたに新しい薬を渡し、それがあなたの葛藤痛を治すためのものであるとします。あなたがそれを飲むと、頭痛が消えます。あなたはどのように感じますか？おそらくあなたは風に乗って高く舞い上がるように軽く感じるでしょう。あなたは顔に喜びを浮かべます。時には感動して泣くことさえあるでしょう。苦の消滅が幸福なのです。なぜ小さな子供たちが試験が終わると飛び上がって喜ぶのでしょうか？なぜなら、彼らは試験のために勉強しなければならないというプレッシャーと苦痛を解放したからです。今、彼らの苦労は終わったのです。一般的に人生の幸福は、それ以前の苦痛の相対的なレベルでしかありません。すべては相対的であり、相互に関係しています。例えば、あなたが家のローンを完済したとき、あなたは言葉に表せないほどの幸福と安堵を感じるでしょう。7年の苦労が終わったのです。ステップ16、手放し放棄について考察する。呼吸に対するマインドフルネスの経典における第4の、そして最後の考察は、美しい言葉、手放し、すなわち放棄についてです。この実践の文脈において、パティニサガという言葉は、外にあるものを手放すのではなく、内にあるものを手放すことを意味します。多くの人は仏教を外にあるものを手放すことだと考えますが、実際には内なる世界、すなわち、行為者や私を手放すこと、さらには知るの意識を手放すことを指します。細かく観察すると、ジャーナの状態において起こることは、外の世界を手放すだけでなく、内なる世界、特に行為者を手放すことでもあることがわかります。この手放しの知恵は、多くの幸福、純粋さ、自由、真の幸福を生み出します。あなたはすべての苦痛を終わらせる道を見つけたのです。要約すると、ここでの美しい呼吸に対するマインドフルネスについてのステップは、ブッダが呼吸に対するマインドフルネスの経典で表現した方法です。これは、静かな場所に座り、快適な場所に座り、目の前にあるものに意識を置き、ただ呼吸を観察することから始まる完全な実践ガイドです。ステップを一つ一つ進めることで、あなたは自分の能力に応じて、深く幸福な状態、すなわちジャーナ瞑想の層に到達します。ジャーナの層から解放された後、あなたは次の4つの語について考察し、マインドフルネスを実践する必要があります。それは無常、すべての事物の変わらなさ、不確実性、無執着、すべての事物の消失、自己の収束、内なるすべての手放しです。もし、ジャーナの層を体験した後に、これらの特徴を考察し続けるなら、良いことが続いて起こります。私はよく言いますが、ジャーナの状態は火薬のようであり、考察はマッチのようなものです。この2つを組み合わせると、どこかで爆発が起こるでしょう。ただの時間の問題です。皆さんがその素晴らしい爆発を体験できることを願っています。それが悟りと呼ばれるものです。